寒いんだけど。こんばんは。暖房をつけたいと思います。オッケー。寒い。あと15分くらい。15分。5分ですね。残り今年も15分でございます。またヒートテック見てるなんて。そう、寒いっすわ。ちょっと動いてもろてええか。あっという間の1年だって。そうですね。いやー、あ、全然年越す感覚ないんですけど、なんか家族でご飯食べてるのがなんか年越しかって感じしたけど、それまで全然年越す感じしないかったな。いやでもね、2020年は本当に大変だったので、ザ・厄年みたいな感じだったので、なんか終わるのがちょっと嬉しい気持ちもある、若干。なんか昨日ね、まなかちゃんがなんかこの占いめっちゃ当たるよみたいなやつ送ってきて、私自分のやつ調べたら総合運19歳が最低ラインだったんですよ。だめっちゃ当たってると思いながら見てたんですけど、いや本当にそういう感じだったんですけど、そう、2021年は素敵な1年にいますようにということで、ね、寒い。そう、寒い。ヒートテック引っ張り出しちゃう。そうですね。というすき家族ですき焼き食べて、すき焼きが美味しかったです。年末最高ってなってます。寒い。少し鼻声じゃない。だってそう、そうかな、寒いですわ。我が家もすき焼きだって。なんかさ、年越しすき焼きやる人多いですよね。なんかわかんないけど、印象的にすき焼きの家庭多め。なんかズッキーもストーリーで確かすき焼きって書いてた気がするし。そう、すき焼き、すき焼き、すき焼き。うちは普通にそばだって。そばはね、なんかうちは今年は1時くらいでやるって言ってました。年越しました、そば。1時くらいにそばを食べるんだと思います。私は多分この配信をだから12時半くらいに終わって、1時くらいにそば食べてお風呂入って寝て、明日朝
おせちとかの準備をする係なのでしたいと思います。そう、メール届いたよ、ありがとう。だって、お、そう、さっきメール配信始まるちょっと前くらいにメールを送りました。てか私全然なんかガンガン今もう眠くて、なんかお腹いっぱいで、さっきアイス食べた、お兄ちゃんがコンビニまでアイス買いに行ってくれて、それでアイスも食べたし、完全に私はもう眠いでござんすって感じなんですけど、全然なんか眠い全然なんか眠いっておかしいけど、眠い普通に。そう、インスタも投稿しました。そう、インスタも投稿して、目が真っ赤だって。そう、ドライアイはある、目薬さそう。あ、暖房が動き始めた、やっとだ。眠そうでしょうね、本当に眠いんです。眠くて、もう眠くて、でさっきお兄ちゃんと荒野行動やったんですけど、眠くて眠くて仕方がない。眠い。確かに眠そうな目をしてるかもな。そう、眠いです、もう眠いです。じゃあ眠い。毎年だと年越し小学生くらいから起きてるけど、今年は一段と眠い。前田さん、良いお年を。だって、良いお年を、良いお年を。あと10分だって、あと10分、あと10分。なのに1時間後にそば食うのか。だって、そうです、そばを食べます。私でも最悪ってか、普通にワンちゃんいらない、ワンちゃんいらないんですけど、いつも友達と初詣行ってるけど、今年は行けんわい。だって初詣行ったことないっすわ、私。初詣行ったことないっすわ。ね、もう私は眠いです。私はもう眠いです。1本くらい食べて。だって、ああ、だすき焼きのさ、締めってやっぱうどんのイメージ多いけど、だすき焼き締めませんでした、締めません、うどん食べなかったです。なんかだからそば用に胃を取っといてますそう、あとちょっと、俺もこの配信なかったら寝てた。だって、え、そうだよね、眠いもん私も眠いしか言ってない。みんな、最近さ、ほんと12時まで、まあ、起きてる時も起きて12時過ぎたらすぐ寝るみたいな生活してるからさ、全然不安。家で年越し配信するのって初めて。だって
いや去年もしたんじゃない、わかんない、私は覚えていないけど、去年もしたってみんなが言ってたからしたんじゃない。私去年の年越しの記憶一切ないんだよね。紅白歌合戦に出させてもらって、そっからの記憶がない。帰ってくる解散場所までの記憶しかなくて、そっから何をしたか、家で帰ってきて何したかとか記憶がない。去年したよ、だって、おしたらしいです。そう、全然記憶がないんですよね、去年の年越し。記憶喪失。今年も年越し配信だよ。一緒に年越したいようになって、あと6分一緒に年を越しましょう。あと5分半くらいね。インスタも更新したので、ぜひいいねとコメントをなしゃす。めっちゃ茶色、なんかさ、生誕バースデーイベントゾーンがめっちゃ赤って感じで、その上がめっちゃ茶って感じで、最近茶色の服しか着てないから、マジ茶色、あのなんかインスタが茶色になっちゃう。そう、インスタが茶色になってまうねん。そう、3枚目メールかなんかで見たで、だってマジごめん。マジ確かに使った気がするな。いや、わかんない、ちょっと覚え、記憶にございません、忘れてください。そう、あと5分、あと4分くらいだ、でもあと4分、あと4分、なんかさ、メールの下書きって言ったらなんですけど、ツイッターだけ作ってないんすよね、ツイッター。なんか何、そんな SNS いっぱい投稿することないなって。思うねん、私は。あと4分。頭働いてないな、だって頭働いてません、だってなぜなら眠いから。なんかさ、載せる写真もなんか特になくて、なんか全然あげれへんね。そう、あげれないね。なんかもうメールに載せた写真とツイッターに載せた写真の区別がつかなくて困ってる、てか今更みたいな話なんですけど、 AKB 入って何年経つねんって話なんですけど、2021年になったらツイートをしたいと思います。ということで、言うて写真はないんですけど、まあ同じような話しかしてない。2回使わないように対策してるんじゃなかったっけ、だって。いや、対策はしてるんですけど、なかなか難しいっすわ、ちょっと。なかなか難しいっすわ。何を使ったか、何を使っていないのか、
なかなか難しいでござんす。そう、もうすぐやでね、あと1分半、1分半でございます。さよなら2020年、さよなら。あと1分。なんか不思議だわ。さよなら2020年。痛いの2020年も終わるねだって。そう、大変だった2020年ももう終わります。きっとこれで私は最高な年が始まるでしょう。あと30秒。バイバイみんな、2020年もありがとう。あ、すごい、ショールームにカウント出てるじゃんっていうか。え、でもなんか全然遅くね、カウント。5、4、3、2、1、あけおめないけど、明けおめ、明けましておめでとうございます。すごいすごい、ハッピーニューイヤー、めっちゃハッピーニューイヤー、明けましておめでとうございます。すごい、なんか背景もかわいい。明けましておめでとうございます。2021年でございます。明けましておめでとうございます。2021年です。2021年2021年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ますます。2021年もよろしくお願いします。なんかすごいどうでもいいんですけど、こんな2021年になったばっかしにする話じゃないと思うんですけど、私2000年生まれだから、その2000の末尾がさ、年齢なわけですよ、その年のね、その年になる、なんていうの ?2020 年だったら20歳になる年。だから2021年だったら21歳になる年っていうのがね、もう完全になんかすぐね、入ってくるわけですよ、自分の中に。だから、20歳になったばっかなのに、もう今年21歳になるんだなって思ったら、ちょっとなんか変な感じします。そう。わかりやすいけど、なんか、さっきってか、この間20歳になったばっかのに、なんか21歳になる年が始まったと思うと、ちょっとなんか微妙。そう。だから皆さん、私の年齢覚えやすいので、ぜひ覚えてください。あと12ヶ月近くあるやん。そう、あと1年くらいあるんだけど、でもなんか2021っていう並びを見ると、もう21歳になる年やって思っちゃう。そう、明けましておめでとうございます。いや、ほんとそれな、年明けたばかり何言ってんだって感じだよね、本当に。でもなんかさ、もう2020年の時からずっと思ってた2021年になるってことは21歳になる年が始まるんだなって思って。そう、
いやもう年明けて3分も経ってるじゃん。早っ。早いですね。良いお年をじゃなくてなんだっけ皆さんの一年が素敵な一年となりますように、なりますように。心がないなんて、心あるよ。心あります。心はここにありますやばテンションおかしいし、なんかさ携帯の充電がマジないから、ちょっと途中で今充電しながらやってるんですけど、ビクビクしながら配信してる。そう、あやかちゃんも素敵な年にしようねなんて。はい、だって私本当に2020年やばかったんで、2021年はちょっとね、素敵な一年にならないと私心が折れちゃうそう、だから素敵な年になりますように。もう本当ね、 AKB 人生は残り3ヶ月くらいなんですけど、そう、ぜひ最後まで見守っていただいて、その先も応援していただければなと思いますよ。ぜひぜひお願いしますね。来年、今年の間違いだって。そうですね、今年まだなんか開けた感覚がしてないので、私もそうで頑張りたいと思います。いや、私は頑張りたいと思いますっていうか、頑張らなきゃいけない1年に自ら追い込んでるのでだから頑張りますよ頑張りますよ、言い方頑張りますよ。そう、一回寝ないと年明けたら実感ないタイプだなって。そうですね、なんか箱根駅伝とか見ないと年明けた感覚しないと思う実感があまりないですが、ね、頑張って一生懸命力強く生きていきたいと思いますそう、頑張るには健康でいないとね。だってそう、健康に、健康を第一に一生懸命生きて、力強く生きていこうと思います。そう、いや2021年か、早いな。早いですね。 AKB に入ったのが2016年なので早いですね。ね、まあでも皆様も健康にお気をつけていただき、油断してるとあっという間に3月になっちゃうよ。だってそれはそう、もうとりあえず、まあ、1月はコンサートとかもあるので、本当に何だろう、悔いのないように一個一個のお仕事を大切に生きていきたいと思います生きていきたいと思いますしか言ってない。そう、大人になりましたね。だって大人になりました。だって大人ですよ。時は一刻一刻と進んでいくのです時は一刻一刻と進んでいるのですね。力強く生きていきます。
喋り方は全く大人じゃないけど、だってなんで大人だよ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 。ね、頑張ろう。2021年か、頑張ろう。なあ、あと3ヶ月でも確かになんか本当にすぐだろうね。一生懸命生きていこう一生懸命生きていこう今から戦地にでも向かうの、向かうんかなって。そうですよ、戦場ですよ、戦です、戦、日々戦日々戦。タワー来てるよ、だって。お、どれだ、何さんからですかね。待って、私の方に反映されてないかも、これ完全に。めっちゃドライアイだし、ドライ棒だって。暖房つけてるから。千字丸さんかな、だって。え、最近ですか、最近、最近ですか、だって。え、絶対私これ反映されてない、私の方に。え、悲しい、ごめんなさい、なんかすぐ気づけなくて。少し前だって。更新しないとあかんかもの、年明けギフトだから。あ、そういうこと。え、私のにはね来てない、ちょっと。けどありがとうございます。ちょっと私には見れないんですけど画面にも映ってない、だって。画面にも映ってないですね。わ、でも千字丸さんありがとうございます。ごめんなさい、その投げてだってなんでそういうこと言うの。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう。画面にないの、だって画面にない。更新、更新ってどこですんの。一回切ればいいってこと。更新ってどこですんの。さあ、見えないのにどんな絵を描くのかなって。更新ってどうすればいいんだろう。明けましておめでとうございます。想像でかい、あ、スマホ回転させてみて、だって。オッケー。あ、ん？でも配信側にはないようだって見えない。あ、私がさ iPad でさ自分の配信見ればいいんじゃない。どう思う、明暗だと思わない、見れるかな。今これ自分のアカウント入ってるよね、ログアウトして。自
自分の配信を自分で見ればいいんじゃないって思うのどう？明暗じゃない？頭いいんじゃない？あやかちゃん頭いいんじゃない？やればできるんじゃない？あやかちゃんの配信ルームないんだけどどういうこと？あやかちゃん配信してるよ。あやかちゃんどこ？え？本当にないんだけど、ちょっと待って。前田彩香、ちょっと待って、前田彩香、ま、え、だ、彩香、お、あった、配信ルーム、あ、あ、音量が、あ、待って、見えた、クマさんいるじゃん、クマさんが、クマさんの金のキラキラのやつですね、見えましたよ、完全に私のルームにはないけど、すごい iPad からも自分の声が再生されててなんか気持ち悪いんだけど。おし、あった、センジバルさんありがとうございます。センジマルさん、これは なんていうやつですか？金なんてやつですか？金のキラキラ、あ、ちょっとなんて読むか分かんないけど、クマさんタワー、クマーン、クマ、鏡餅クマらしいわ、だって。あ、そうなの？全然鏡餅感はないけどね。全然鏡餅感はないけどね。よし、よっこいしょ。すごい、ハッピーニューイヤー、イヤー、なんか、あ、前は文字か、バランスがすごい、オッケー、ちょっと待ってね、カキカキタイム、おお、2021年、初めて書いた2021年ってクマが鏡餅持ってるぞ、だって。え、そうなの？え、ほんとだ、鏡餅、鏡餅、1月1日、2021年1月1日閉じろ、 OK、 センジバルさんありがとうございます、ハッピーニューイヤートヤさ、鏡餅、クマさんと鏡餅、手でちょっと消しちゃった、ありがとうございます、うまいかできた。上手だよ。ねえ、鏡餅だよ、みんな。鏡餅。あ
ありがとうございます。年明け早々ケーキが、ケーキがじゃなくてなんだっけ、なんちゃらがいいですね幸先が、幸先いいですって、幸先がいいとおかしいか。ありがとうございます。きっといい年になるでしょう。門松タワー来てるよ。だってえ、あ、あ、ユーポーさんのですか、これで合ってるかな、ユーポーさんのやつ。ありがとうございます、ユーポーさん、やるねまたしても私の携帯には反映されていませんが、新年タワーパート2だって。ありがとうございます。新年早々もうだってショールームもね、あと何回できるか分かんないっすよ。ありがとうございます。正月だからね。だってお年玉ですか。ありがとうございます。あはお年玉だ。ユーポーさん、門松タワー、門松難しい門松難しいよ。しかもちっちゃいクマさんいるの、わろた。なんか牛の洋服着てるし、牛。差がわからない。ありがとうございます。そっか、今日はじゃない、今年は牛か。なんかさ、最近年賀状も書かなくなったからさ、えとがわからない。牛、牛、熊、ハッピーニューイヤー、2021年1月1日。あ、いたた、ユーポーさん、ありがとうございます。やってんね。ありがとうございます。ありがとうございます。こっちが熊で、こっちが牛。違いがわかるかな。バロタ。ありがとうございます。なんか暖房つけてるからちょっと顔が赤くなってきちゃった。ありがとうございます。ハッピーニューイヤー、ありがとうございます。同じじゃない、だって同じじゃないから口がね、あのね、牛さんはこれ口じゃなくてね、電源切っちゃった、まあ、いいか。鼻のこれつけてて、クマはお口。ハッ
ピーニューイヤーだよ。だってどういうこと？スペルが違うみたいな。え、合ってるよね。え、心配になっちゃう。私最近スペル間違いすごいから。あ、ありがとうございます。英語間違ってるよ。だってなんで？どこが HAPPY NEWYEAR じゃないの？私の多分字が汚いだけだと思います。字が汚い。ありがとうございます。ハッピー。え、あ、 P が E に見えるって話ね。あ、これ P です。E、 あ、 U の E が O に見えるんやない？だってもう合ってるの。さすがに間違えないですよこんなの。ハッピーニューイヤーなのこれ。 P の書き方、丸文字ってやつでやらせていただいております。トータルやべえはただの悪口でくさ。トータル読めんわマジで、悪口でくさ。切れないでって。切れてないよ。切れないっす。バースで間違えちゃうようになって。いや、間違えてないよ。BIRTH 違うかな。ありがとうございます。ユーポーさんとセッティマルさん、キュンです。シラを切るだって。いや、間違えてないっす。たまたま手が滑っちゃっただけで、スペルとか間違えない。メールはよくごじってるだけ。自分ごじってるけど。だってメールの誤字はね、どんなにねチェックしても減らないっすわ。なんかしんないけど、ちょっと頭がおバカちゃんなので、どんなにチェックしても減らんのです。いっぱいなんか明けおめラインがいっぱい来てて幸せだわ。キュンです。来年全然来なくなったら寂しいね。そればワンチャンあるよね。あとでかーい。そう、最近ね、なんか自分の直さなきゃいけないなっていうところがあって、結構私自分の世界に入りがちなんですよ。なんか何かに集中すると外から話しかけられてるの全然聞こえないタイプで、そう、なんかそうだから、なんかちょっと今年の目標はちゃんと集中するのはいいけど、ちゃんとなんていうの、あ、水こぼしそうになった。危な、
肘にめっちゃ肘とめっちゃ当たった。一生懸命周りの耳周り耳を澄ましたいと思います。そう本当にね、ん？みたいな。何みたいな多いし、しかもなんか返事するのに結構なんか時差がかかることが多くて、なんか何々しよっかって言われても、あうんとなるんですよあのなんか質問されててすぐになんかちゃんとなんてスイッチを入れてる時は大丈夫なんですけど、もうスイッチ切ってる時のなオフの日とかのやばい、そういう時本当になんか何々食べるとか言われてもうんみたいななんかタイムラグがすごくて、なんか全然自分ではなんか無視してるとかいうつもりも全くなくて、普通の感じで返信してるつもりなんですけど、もうガンガンタイムラグがありすぎて無視してるっぽくなっちゃうので良くないなと思って、今年の目標はそれを直すことです。現実的な目標で言うとね、そうなんかポカーンとしてるわけじゃないんですけど、なんか違うことに集中してるとなんか外野っていうんですか、外野からの声 あの情報処理能力が遅くて、そういやどうにかできるのか分かんないけど、どうにかしたいと思います老人やな、でも本当老人ですよ本当に。そうガイア扱い、私だけが内野だからそう本当に聞こえなくなっちゃうんだよね、自分の世界に入っちゃう、なんか閉ざしてしまう外の世界との扉を閉ざしてしまうので、それをフルオープンしていきたいと思いますそうだ、よく言えばそう集中力がすごいというか、もうなんかほんとそう集中力がすごいって感じなんですけど、悪く言えば普通になんか悪く、まあまああんまいいことっちゃいいことだけど、まあ悪い方に働くことも多いので、そうちょっといい感じにどうにかしたいと思います。本当に意識してできるものじゃないだろうなって、それはそう、なんかでもなんか昔からって俺はここ数年本当にそうで、本当になんかポカンとしてるわけではないんだけど、なんかそうタイムラグができてしまうんですよね。だから昔からじゃないから絶対 なんかの多分スイッチをどっか入れれば大丈夫だと思うので、どうにかしたい本当にどうにかしたいです。AKB 入ってからですか？ AKB 入ってからですね。でも AKB 入ってからっていうか、ここ2年くらいかもしれない。2年くらい。よく言われるのだって、よく言われます。耳遠いねとか言われるんですけど、耳遠いんじゃなくて、なんか、届いてはいるんですよ。届いてから処理して、返事するまでのラグがすっごい遅い。切ってる、スイッチ切ってる時か。MC とかなんかちゃんとその会話をするぞっていう気持ちになってる時は全然ね、こうやってコメントを読んですぐ返すとかもできるけど、なんかやってる、例えばメイクしてる時とかご飯食べてる時、携帯いじってる時、なんだろう、まあ普通にそれ以外でもちょっとなんか考え事してる時とかは本当に多分普通の人でもちょっとラグは起きると思うけど、その普通の人の何倍もラグがあるんです本当に普通の人でもちょっとなんかあうーんってなる動作ではあるけど、
そのレベルを越してしまってる。そう、本当に。どうにかしたいと思います。だからそう、心配になっちゃうわ。そう、心配される。そうだから逆に心配される。なんかなんだろう、なんか大丈夫って言われる大丈夫なんですけど、例えばだけど、なんかレジ並んでる時とかに例えば携帯いじってたら、次の人どうぞっていう声も届かないわけ私に最近あの完全にもうシャットアウトしてしまうんだよね。何かやろうって思うと、よくない、よくないなと思って気をつけようって思ってます。頑張ってうわ、後ろに並んでたらチーだわでしょ。で本当にそうだと思う、そうだと思うんだけど、なんか本当にダメなんですよね。本当にそんな風には見えないけど、だってだからそれは多分完全に、だから公演の時、コンサートの時とか、あとなんか配信の時とかはもう喋るっていう、なんかそっちに意識を向けてるから大丈夫なんだけど、それ以外に向いてる時がダメになってきた。なんか老化かな昔は本当にそんなんじゃなかったんだけど、老化かな老化始まってるかな、どうしよう。そう、本当ここ1、2年、本当に。なので直します。オンとオフの、オフがひでえのね。だってそう、オフがひどい。そう、オフがひどい。運転中喋れない。だって運転中は喋れます。運転中は、あ、でもまあ喋りかけてほしくはないかな運転中もだからなんか喋りかけてくれてるっていうのがあれば別に大丈夫だ。急に唐突になんか何々するとか、なんかどうぞとか言われると届いてない、大体こうスーって抜けてってる。そう、ね、少しでも空いてる時間があると思うと違うことしたくなるのかな。もうそうだと思います。もう本当にレジ並んでる時間とかもなんか何かしたいって思っちゃう、完全に。ね、キャパがいっぱいなんじゃない、考えることとかが多くて。だってでもなんか例えばじゃあゲームやってて他の人の声が聞こえませんとかもあるよ、全然普通にそうね、だからなんかなんだろう、視野を広くじゃないけどしたいと思います。っていう現実的な目標でした。ということで、そろそろ終わろうかな。今年も1年よろしくお願いします。急に締めようとする。ゆっくり休んでください、年末くらい。まあ休めない方もいるかもしれないけど、ぜひ。ということで、私はお蕎麦を食べに行きたいと、あ、まあ行きたいと思います、ってかリビングなんだけど食べに行ってきます。もう年始だって、確かにそうだった。で
で最近っていうのをめっちゃやるってやってる。すぐなんかやらかすとやっちゃううざまだ赤ちゃんうざいな、反省してないじゃんね感じってやってるどうでもよ。はい、ということでランキング発表したいと思います。13位サワムさん、12位ゆきたんアットマークあーちゃん、あ、新年もあーちゃん大好きすぎてとけそうさん、11位ひろみど06193、10位サザエボンアットマークあやかちゃんが好きなんですさん、9位ながさん、8位あやアットマークアルミカンさん、7位ひさおさん、6位ボンボンパンダさん、5位やまっちさん、4位ハイホーレッツゴーさん、3位レフさん、2位センジアットマークあやかちゃんにとって素敵な一年になりますようにさん、ありがとうございます。そして第1位はゆうぽうさんです、ありがとうございます。その他の皆さんもこんなね年末年始に大切なお時間に私の配信を見てください、ありがとうございます。今年も一生懸命頑張りましょうということで終わりたいと思います。おやすみなさい、バイバーイ。明けおめことよろー。